はい、おはようございます。速稼塾ニュースをお届けします。今日は3月11日ということで、もう7年になりますね。東日本大震災から7年経ちますけども、私のことを振り返ると、当時は麻雀店のオーナーでして、毎日ね、麻雀店の方に出勤して、麻雀をしていたということですけども、その東日本大震災があった時は、たまたまですね、当時の自宅で、テレビを見ていてですね、でリアルタイムで東日本大震災を生中継を見ることができて、仙台空港がね、津波で覆われていく姿を見て、まるで映画のように信じられないような気持ちがしましたね。で、東京の方からは、ビルが崩れていくところとかね、見て、こんなこともあるんだなと、ゾッとする気持ちとともに、これが現地でどんなね、悲惨なことになってるのか、慌てふためく人々のことを想像しながら胸を痛めたなっていうところでしたね。で、結局その時には私は、あまり麻雀店の経営はよろしくなかったんですが、悪くなる途中だったのかな、悪くなるところだったんですけども、自分にできることはないかなということで、飲料水ですとかね、あと現金とかってものを用意して、それなりに、させていただいたというところはありますし、うちのですね、店舗の店長が、麻雀店ですね、トップを取ったら100円、寄付みたいな形で、プロモーションしてたかなっていうところを思い出します。で、それからですね、もう今7年経ってですね、さあ自分たちの暮らし、そして、当時、その被災地っていうのはどういうふうに変わったかなと。一言で言うと、変わったところもあるんでしょうけども、概ね変わってないんじゃないかなと。いうところがあります。もちろん被災地の方は頑張って、復興に、ね、目指しているところもありますけども、未だ先の見えない暮らしを送られている方も かなりの規模でね、人数はちょっと把握してないですけども、20万人だかなんかって言ってたかな、多くの方がまだ一時避難場所から帰宅できていなかったりとか、自分の元いたところから帰れない、元いたところに帰れないみたいなね、制限を受けていたりとかすると思いますし、あと Google Earth も見ていたりとか、いろんなね、取材動画、それから放射線量のいろんな、デマを込みでの情報とかを見るに、例えば全国チェーンのですね、イオンとか、それからセブンイレブンとかローソンとか、こういったところも被災地にあるはずなんですけども、この損失ってのはどういうふうに補填してるのかなとかね、その当時その現地に不動産を持たれてる方ってのは、その不動産収益とか、あと固定資産税とかね、ああいうことはどうなってるのかなってことはね、ずっと考えてるだけなんですけど、ね、どういうふうになるのかなと。あとはあれですよね、当時よく話題になった、被災地のいろんなところにある ATM とか金庫とか金融資産が海に流出してしまったとか、それを拾いに行く人がいたとかね、いろんな人間模様があったわけなんですけども、そういったことも込みで、今度は自分の暮らしですよね。あれから自分の暮らしはどうなったかなというふうに考えてますね。例えば私は麻雀店は当然もうありませんし、で当時思いもよらなかったようなネットビジネスっていうのに2011年、そうですね、その後すぐに出会って、そこで、いわゆる一山当てて、で、しかもネットビジネスからも離れて、今は投資だけをやっていると。もうくる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 、なんかね、2年ごととか3年ごとに自分の人生が予測もしなかった方向に変わっていくことと、予測もしなかった方向に変えている自分もいるかなというところですね。でも大筋ではこの国といいますかね、変わっていってるはずなんですけども、変化を受け入れてないというかね、変化ができていない部分もあったり、そういう方々も当然いると思いますし、それを別にね、どういうふうに考えればいいのかってことではないんですけども、変わりたくて変われないっていう部分に関しては、何がしかの、ね、焦りを感じてるんではないかなと思います。その一つがやっぱり、東日本大震災で被災された方のこうしたいとかこうしなければならないってところがそうなっていないっていうところなのかなと思いますし、それは自分の人生にも結構重なるところがあるんではないかなと思いますよね。皆さんどういうふうにお感じになっているのかなってことですけども、さあそれではね、今日からの暮らしを見ているに、今やっぱり暗号通貨ってものがかなりのブームでですね、で今まで暗号通貨の情報発信をしたこともないような人がこぞって暗号通貨をし始めたとか、
MLM をやってる方も暗号通貨の MLM にどんどん参入していきたりとか、ネットビジネス情報発信してる人も、転売をしてる人でもアフィリエイトしてる人でも、急にですね暗号通貨のことをここ1年で始めたりとかっていうのがあって、それは別に悪いことではなくて、当然、皆さんの関心の多いことを情報発信するのは、まあ、いい流れだと思うんですけども、さあ今度逆にですね、今何が仕込まれてるかなってことも考えていかなくてはならないかなと思うんですよ。で、結局自分が最先端の情報を取得して最先端の情報を発信してるつもりでも、全く最先端に乗れてないっていう現状をたまに振り返ってみなければならないときに、やっぱり結構ね、情報に振り回されるなと言いながら、一番振り回されてるのは自分であったりとか、あとはそうですね、仕掛けられる側ではなくて仕掛ける側にもあるんだっていう言葉もよく聞きますけども、結局仕掛けられっぱなしということでですね、で自分が01で発信してるものって何かあるのかな、自分が01で行動してるものは何かあるのかなってことなんですよ。要するに誰からの影響を受けずに自分の内側から何かを行っているとか始めているっていうことですよね。新しい概念を自分で作っていくっていうところ、そして、地上で一番の少数派に慣れているか、その情報発信者とか慣れているかなっていうのが01思考だと私は思うんですけども、結局は誰かの焼き直しであったりとか、少数派と言いながら大して少数でなかったりするものに組みしていて、なんていうんですかね、いまいち自分の領分が作れていないってところもあるのかなと思っちゃったりしますね。これからですね、どんな暮らしを送っていくのかっていうのをまずは自分で決めていかなくてはならないときに、ではどうなりたいのかな、どうするべきなのかなっていうところをやっぱりまず決めていかないといけないと。お金持ちになる10日間っていう、そういった動画のシリーズを作りましたけども、一番最初にまず始めましょうってことをねお話ししました。それが第1日目だったんですけども、じゃあ始めるときに昨日とほとんど同じような今日を自ら選択して行っているときに、じゃあ今日と圧倒的に違うような未来があるかって言ったら、これはないんですよね。やっぱり昨日までやってきたことをやめてですね、昨日までやらなかったことをやっていくっていう、この不連続への挑戦というのが必要なのかなと思っております。まあ、私もそれは、ね、自分に課題をなしているんですけども、今までの7年間5年間3年間がまるで違うような人生を今日生きているように、これからの3年間5年間7年間は多分全く違う場所に住んで、全く違う職種について、全く違う人脈に囲まれて、全く違う情報を扱っているというふうに考えていくところが未来を変える第一歩になるんではないかなと思っております。さあそれではですね、今日も新しい一日が始まりますけども、新しい一日が始まるけども自分の新しい一日は始められているかどうかということをね考えながらの日曜日、スタートになっていきます。それでは今日もよろしくお願いします。